よ。カロル、クオイの森に行くぞ。え？森で言ってたろ、エッグベア覚悟って。パナシアボトルで治るって信じてくれるの？嘘ついてんのか。だったら俺はお前の言葉にかけるよ、ユーリー。もうしょうがないな、僕も忙しいんだけどね。決まりですね、私たちで結界を直しましょう。エステルも来るの？当たり前じゃないですか。フレン待たなくていいのかよ。直すなら木を直せって言ったのはユーリですよ。ならフレンが戻る前に木直してビビらせてやろうぜ。やった。エステル、何見てるの？この辺の地図ですよ。どれどれって、なんだよこれ、白紙ばっかりじゃん。これじゃ地図なんて呼べないよ。そうなんです、地図といえば測量ギルド。それも天地の穴蔵のは本当にすごいんだから、一流ギルドの人間ならみんな持ってるんだよ。その理屈で言うとカロルも持ってんだろ。見せてくれよ。僕くらいになるともう地図も必要ないんだよね。それは残念です、ぜひ見たかったのに。ダサ。ルルリアの花びらを持っていませんか？誰からそれを？確かに持っていますが。なるほど、そういった理由で。ルルリエの花びらはハルルの木に咲く三つの花の一つ、それを半年間陰干しにして作る貴重なもの。最後の一つですが、木がよみがえるのであれば。おお、やった。ありがとうございます。あとはニアの実とエッグベアの爪だっけ。うん、クオイの森へ行こう。なんだこれか。あ、誰か。じゃあ。な、何ラピード。どうして怒ってんの？ちょっと待って。まさか僕を食べる気？助けてユリ。どうかしたか、カロル。なんでもないよ。勝手に賑やかなやつ。ラピードめ。よし。あれ、森はどこでしたっけ。This map is still blurry. I can't see anything. ねえ、疑問に思ってたんだけど、二人ラピードもなんだけど、なんでブラスティア持ってるの？普通ボディブラスティアなんて貴重品持ってないはずなんだけどな。
カーロルも持ってんじゃん。僕はギルドに所属してるし、手に入れる機会はあるんだよ。ブラスティアハックスが専門のギルド、ルインズゲートのおかげで獲物も増えたしね。へえ、遺跡からブラスティア掘り出してるギルドまであんのか。うん、そうでもしなきゃ帝国が牛耳るブラスティアを個人で入手するなんて無理だよ。古代文明の遺産ブラスティアは有用性とともに危険性を持つため、帝国が使用を管理しているです。ブラスティアがあれば危険な魔術を誰でも使えるようになりますから、無理もないことだと思います。やりすぎて独占になってるけどな。それはで、実際のとこどうなの？なんで持ってんの？俺、昔騎士団にいたから辞めた選別にもらったの。ラピードのは前のご主人様の形見だ。形見？選別ってそれ盗品なんじゃ。エステルは？あ、私は貴族のお嬢様なんだからブラスティアくらい持ってるって。やっぱり貴族なんだ。ユーリと違ってエステルには品があるもんね。バカ言ってねえで、さっきんとこにニアの実取りに行くぞ。ステル、その耳を触ってもいいですか？あ、ごめんなさい、まだ撫でるのは早かったですね。私たちはもっとお互いを知るところからスタートですよね。ですね、私はエステリーゼと言います。これはもう知ってますよね。あれ、ラピード、お前誰に向かって自己紹介してんだ？私負けません。ラピードめ、あとに罰する。わ、やってやる。アクスは次どいつだ。刃に宿り、次どいつだ。決まりました。メタノは俺。あれ？ミアノない。そういえば術はあとササンカ動画上動画書あ、やった。なんだ俺、地獄か。こっちか、じゃなくて。わあ、来るなー。うわー、あ、いや、別に。ゲー。油断は禁物です。こんなもんだな。ガールドは飲みはどこかな。あ、この辺りか。
あ、あった。あとはエッグベアの爪だね。森の中を歩いてエッグベアを探すんです？それじゃあ見つからないよ。ならどうすんだ。ミアの実一つちょうだい。エッグベアを誘い出すのに使うから。エッグベアはね、かなり変わった嗅覚の持ち主なんだ。